朝日塾中東欧教育学校は、岡山県岡山市北区三戸市港にある市立中東教育学校。校地は、1991年に廃校になった旧、三戸町立商法小学校は土地を再利用している。商法小学校自体は、神奈川小学校と合併し、三戸小学校となった。朝日塾中東欧教育学校の前身校である、朝日塾中学校。 高等学校は地域を限定して規制を緩和する構造改革特別区域法により内閣総理大臣から認められた三戸町教育特区の研究開発推進学校であり日本で最初の株式会社が設置する中学校高等学校であった朝日塾中高の設置者は学校法人朝日学園を母体とする株式会社朝日学園で開校当初は 特区指定を受けたことによる長所を活用すべく、文部科学省が策定した学習指導要領にとらわれない独自のカリキュラムを採用するなど他校にないシステムで注目を浴びた。しかし、立地場所が市街地から遠く、株式会社であることなどがマイナスイメージになり定員割れに陥った。また、株式会社であるため固定資産税などが一般企業と同様に課税され、 文科省からの補助金も受けられないことも経営を圧迫した。そして現地に中学校が開校してから7年後、学校法人の中等教育学校に移行した。本数は平日1.5往復のみとかなり少ない。2010年10月15日読売新聞参照。ありがとうございます。